犬それぞれ。お座り。何です？急に。君は賢いね。それに引き換えどこかの芝さんは。賢いというのは要件と和犬では意味合いが違うのですよ。じゃあ要件だけどあれは？ご主人、あれはハスキーです。要件の賢さは人の指示に忠実に従うところにあります。対して芝の賢さは自分の考えに従い行動するところにあるのです。えへん。なんという文系的屁理屈。自分はどんな命令にも従います。君は体育会系だね。いえご主人、あれこそが体育会系です。早食い競争しようぜ。負けたら罰ゲームね。